はい、ブドウライダーみっちゃんねるの佐藤です。今日はご覧の通りの曇り空、ムカつくよね。天気が悪いともうムカついちゃうからね。気温も若干肌寒く、長袖長ズボンでバイクに乗ってます。半袖短パンじゃ長時間バイクに乗ってられないくらいの体感温度。そんでもこのぐらいの気温が一番バイク乗るにはちょうどいいよね。暑からず寒からずでさ、空模様だけがちょっと気になっけどね。いつ雨が降り出してもおかしくねえような色してっからね。だからといって家に閉じこもってなんかいられねえよ。せっかくの日曜日だしね。じっとしてたらあっという間に日曜日終わっちゃうからね。ある意味日曜日を終わらせねえためにバイクに乗って家を飛び出したって感じ。日曜日は俺が守るとか言っちゃったりなんかしちゃったりなんかしてね。今日は俺にしては珍しく南の方に向かってます。コロナ禍でなかなかお店の中での飲食も気が引ける現在、ソロバーベキューでもしようかなと思った時に、大河原に確か手ぶらでバーベキューができるとこあるっていう噂を聞いたことがあったんで、ネットで調べてそこに向かってます。向かう先はトントンの丘持ち豚館。手ぶらでっていうのがありがたいよね。バイクだと荷物積むのもめんどくせえし、アウトドア用品とかも買い揃える必要もねえしね。手ぶらでバーベキューができるなんてほんと助かるわ。そんでもってさらに密を避けるたびに昼飯時を下げようと思って若干早めの行動です。つっても本当はもっともっと早く出るつもりだったんだけど、家を出発する前になんやかんやあってね、10時ちょい過ぎの出発になってしまいました。まあそんでも Google ナビによると、俺ん家から持ち豚館までは1時間弱みたいなんで、11時ちょい過ぎくらいには着くと思うんでね。ついてすぐにバーベキュー始めれば密接密集は避けられると思います。今走ってるこの道は村田のラーメン屋に行く時も通ったんだけど、田んぼ沿いの県道でほーんと信号も少なくて全然止まることなく進んでいけて気持ちいいね。やっぱせっかくバイクで走んだったらノンストレスで走りでもんね。あとは空が青空だったら気持ちがあったんだけどね。何もかも望み通りになると思ったら大間違い。世の中はいつもバラ色じゃない。それなりに厳しく辛いことも待ってる。気を抜いていたらどん底まで落ち込んで二度と這い上がれなくなるんだ。それが人生だ。人生はどんなパンチよりも重くお前を打ちのめす。だがどんなにきついパンチだろうと、どれだけこっぴどく打ちのめされようと、休まず前に進み続けろ。ひたすら苦痛に耐えて前に進むんだ。その先に勝利がある。まあこれはロッキーザファイナルでロッキーが息子のロッキージュニアに言い放った言葉なんだけど、 YouTube でこのモノマネすんのは2回目。なんか知んねえけどこのモノマネ時々やりたくなんだよね。いずか俺もこのセリフパクって息子に言ってやろうと思ってます。あ、俺んち娘しかいねえや。まあしょうがないんで、また言いたくなったら動画内でモノマネするんでよろしくお願いします。それはさておき、雨だけは降んないでもらいたいね。こんな曇り空に一か八かで1時間もかかる先に出てきたけど、雨に降られたら超最悪だからね。さらに俺今日の天気予報すら見てねえからね。自分で言うのもなんですがワイルドですな。しかし本当にこの道信号ねえっちゃね。車もそれほど走ってねえしさ、本当に今日日曜日があって感じだね。まあ快適快適、よろしく頼む。最近ちょっと思ったんだけどさ、お墓とか仏壇にあげる線香あるじゃん。子供の頃ばあちゃんになんで線香ってあげんのって聞いたら、線香の煙の匂いが仏さんが好きな匂いなんだどって言ってたんだけど、子供の頃の俺はへえ、死んだ人はこんな変な匂いが好きなのかって思ってたんだけどね。なんか最近俺も線香の匂いが好きでさ、お盆にお墓の近くとか通ると線香の煙の匂いがするわけ。その匂い嗅いで、ああいい匂いだなーって思ったりなんかして、大丈夫かな俺って思ったりするよね。もしかしてもう少ししたら俺死ぬのかな。いや逆にもう死んでてさ、それに気づかず徘徊してるわけじゃねえよね。まあとか言ってね、俺は幽霊とかは信じてないんだけどね。職場の同僚の伊藤さんって人は信じてるって言ってたんだけど、信じれるっていうことは見たことあんのって聞いたらさ、見たことはないっつうから、じゃあなんで信じんのって聞いたらさ、テレビで言ってたからって言うんだよね。おいおいおい、テレビなんか嘘ばっかじゃん。 UFO 映像とか心霊映像とか検証もしねえで、本当だか嘘だか分かんねえ状態で流しっぱで終わってさ、後で他の局の他の番組でその映像を取り上げて、専門家がこれは CG ですって言ったことあったもんね。科学的に検証もしねえで流しっぱっつうのはちょっと悪質じゃないですかね。俺の職場の伊藤さんみてえに盲目に信じちゃう人もいるからね。まあホラー映画とか心霊番組とかだと俺みてえに信じねえっていうやつが一番おっかねえ思いすんだけどね。まあ幽霊とかってものが存在するとしたら、豚の幽霊がいっぱいのトントンの丘持ち豚館に到着しました。ここは駐輪場が分かりやすくてありがたいね。よろしく頼む。失礼します。はい、バーベキューの A セット。A セット2つで。はい、1人分にもでいいんですか。
2人分2セット以上から。あ、じゃあ、ね、2人分でお願いします。2人前か。2600円になります。金額的にもボリューム的にも三角油揚げのようにはいかねえぜ。時間的にはやっぱガラガラ、想定通りですな。でもバーベキューが2人前以上からっつうのは参ったね。やられたわ。正直一人で食うんじゃねかったわ。結構なボリュームだしね。タレの種類は2種類、醤油だれと味噌だれだね。こっち味噌だれ。油を引いてが、噂のもち豚焼いていきますか。やっぱりうまそうだね。豚肉の専門店だもんね。俺は漬物から食ってます。そんじゃもち豚食ってみようっと。うまっ。食ってんのは豚だけどうまっ。やっぱ外で食うのがうまいよね。なんつってもさ、もち豚最高じゃないですか。めっちゃビール飲みてえけどね。帰りもバイクの運転があるんで、そこはぐっと我慢です。人参もうまいね。ビールを飲む代わりにご飯を食ってます。結構なボリュームでさ、2人前いけるかどうかすげえ不安です。とにかく不安を払拭するためにむさぼり食ってます。それしかないわ。よろしく頼むぞ。はい、なんとか完食しましたが、もう腹がパンパンです。超腹苦しいの。ここ来る途中に良さげな神社あったんで、帰りにそこの階段登ってってみようかなと思ってたんだけど、ちょっと腹が苦しんで今日はやめときます。まだ信号の少ねえこの道を爽快に走って帰っちゃね。気持ちいいもんね、この道。まさかの土砂降り。幽霊ってもしかしていんのかなと思うみっちゃねるの佐藤でした。